皆さんこんにちは、マカランビューティーチャンネルへようこそ。本日は上半期の振り返り、そして反省点、後半戦ですね、下半期の、まあ、トラックとマラソンの目標を今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。今週はちょっと Vlog の方はお休みさせていただいたんですけど、このように今後の目標についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで皆さん見ていっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。上半期の反省とについてですね、はい、今シーズン上半期の目標としては 1500m で日本選手権に出場ということを目標にやっていました。日本選手権そもそも出場するにはっていうのを多分皆さんあんまりご存知じゃないと思いますので、まずそれを簡単に説明させていただき説明します。 1500m ですと4分21秒5っていう標準タイムがあります。それを突破した人たちがまず申し込みをするんですよ。で、申し込みをしてその上から上位30名が出場できるという風になっています。それで日本選手権が今年は6月の末に開催されたんですけど、まあ、6月の1周目の記録会までがその期限ということで、私はその期限内に標準記録を突破することができなかったので、今年は残念ながら日本選手権に出場することはできませんでした。なんですけど、私の、まあ、実業団時代の自己ベストが2018年か2019年に、北連ディスタンスの種別大会で4分24秒8っていう記録を出しました。そしてまあもう辞めて4年も経ちますし、自己ベストからは約5、6年経つんですけど、まあ、今年は4分24秒9というあと自己ベストまであと 0.1 秒のところまで、こう今のね市民ランナーっていうスタイルでそこのタイムまで持っていけたっていうのは、まあ、個人的にはすごい成長したなって思ったし、久しぶりにこうちゃんと練習を積んでレースに出場したっていうところです。ただやっぱりその直前1ヶ月2ヶ月っていうところで頑張ることはできたんですけど、やっぱりその前段階の準備の3月っていうところで結構練習をサボってしまったっていうところが大きく後々響いてなっていう、まあ実際自分でも分かっていたんですけど、もっとそこを頑張ればよかったかなっていうふうに思いました。で、まあ一応いつもねこの時期にマラソンとかは知らないんですけど、ゴールドコーストマラソンに7月の頭に、はい、走ってきて2時間51分24秒、まさかですよ。自分でもやっぱりこう積み重ねて大事なんだなっていうふうに改めて思ったし、やっぱり結構こうマラソン2シーズン去年その前って走って、やっとマラソンに対する体の体勢がついてきたので、ある程度のレベルをキープできるんだなっていうふうに改めて実感しました。まあ、日本選手権に出場することはできなかったんですけど、まあ、それ以上に得ることができた上半期だったので、まあ、それはそれでいいかなって思ったし、やっぱり悔いの残らないようにやっていきたいなというふうに思いました。下半期の目標ですね、まず一つ日本選手権の標準記録突破に4分21秒5って言いたいところなんですけど、まあ今年のランキングとかその今年のボーダーラインを見ると4分20秒台前半で走んないと日本選手権には出場できないので、まあ、4分20秒台を目指していきたいと思います。でもしこの下半期で切ることができたら来年の日本選手権に出場できますので、その来年の日本選手権出場を目指してこの下半期頑張っていきたいと思います。で、私がなんでこの日本選手権に出たいかっていうかこだわっているかっていうところなんですけど、小学校から、まあ、陸上一応始めまして、小学校、中学校、高校、まあ、実業団っていうそのカテゴリーの中での一番大きい全国大会に中学校で言うと全中で、まあ、高校で行くと、まあ、インターハイ国体で、実業団だったら全日本実業団駅伝と全日本実業団陸上の大会っていう風にこう一応全てのカテゴリーで今まで出場してきたんですけど、まあ、唯一出てない大会、全国規模の大会で出れてないのが日本選手権なので、まあ、昔ずっと走ってきて、まあ、今はこういう形ではあるんですけど、最後にやっぱり日本で一番大きい大会に出て、まあ、競技をやめたいっていう気持ちがやっぱり自分の中でなかなかこうずっ
と心の中に残っているし、やっぱりこういう形ではあるけど走り続けていて、まあ、あの応援してくれてる家族だったりとか、まあ、母校の先生とかにも、まあ、そういう姿はやっぱり最後見せたいなっていう気持ちがあるので、そこに出たいと思います。それのトラックレースなんですけど、9月22日に行われる全日本実業団の 1500m に出場します。まあそこが一つのターゲットになっている自分の中でのレースですので、まあ一旦今休養しているんですが、そこに向けてまた一から体を作り直してしっかり習っていきたいなっていうふうに思っています。ちなみにここは山口で開催されるんですけど、家族が見に来てくれるということで、いい走りを見せたいなって思っています。まあもうトラックとしてはそれが、まあ、一番大きくて、あとは 5000m の15分台っていうところが目標です。はい、で今からロードですね、マラソン、私が出場するマラソンを皆さんに紹介します。イエーイ。結構今シーズンハーフマラソン含めていっぱい出るんですよ。なのでぜひマクランと一緒なレース出たいよっていう方はメモのご準備をお願いします。はい、でいきます。まず10月20日がロードシーズンの始まりということで、レガシーハーフマラソンに出場します。ここではまあ、レガシーハーフマラソンに出場します。で翌週の横浜マラソン、これが今シーズン初のマラソンになってきます。初めての横浜マラソンなのですごい楽しみです。その次がアンバサダーを務めさせていただいている11月10日の千葉アクアラインマラソンに出走します。これは多分まだこうどういう風に走るかっていうのは決まってないんですけど、多分フルマラソンだと思われます。でその翌週のね、翌週にあるアギオハーフ、11月17日、このアギオハーフでは結構がっつりハーフを狙っていきたいって思っています。ここで1時間13分台出します。で12月は特に今のところまだレースっていう決まってないんですけど、まあ、トラックとか出ながらやっていこうかなっていう感じで、年明けて1月が大阪国際女子マラソン、意外と私初めてなんですよ今回大阪国際出るの。なので大阪国際こうちょっといつもとは違う雰囲気で聞いているので、それを楽しみに、はい、大阪国際マラソン、女子マラソン出て、その次の週別大、去年優勝した別大に出場します。はい、今年は2連覇目指していきたいなっていう。ここで、まあ、まず去年のタイム2時間40分を切っていきたいなっていうふうに思っています。で、3月2日の東京マラソン、こちら初のエリートで出走予定です。まあまだ決まってはないんですけど、例年のエリートのボーダーラインのタイムを見れば2時間40分の今の持ちタイムだったら多分大丈夫じゃないかなっていう感じで、ここが2024年度のマラソンの中では一番東京マラソンを狙っていきたいと思っています。ここではもう2時間40分を絶対に切って、できるだけ早いタイムで走りたいなっていうふうに思っています。で最後が、3月30日に行われる福井桜マラソン、まあ、今のところ多分出走予定ということで、こんな2024年度になりました。だからこう考えると結構早いよね、なんか1年間終わるの早いなって思っているんですけど、まあ下半期の目標としては 1500m4 分20秒台、日本選手権の標準を突破する、そして 5000m で15分台を出す、でマラソンとしては2時間35分を今シーズンは狙いたいと思います。で、まあ、横浜アクアラインレガシーとかこういろいろ国際いろいろマラソン出るんですけど、まあ、2時間35分狙うのは東京マラソンって決めていて、まあ、他のマラソンは、まあ、練習の一環だったりしっかりこう目的持って狙っていきたい、まあ、行きたいなっていうふうに思っています。マラソンたくさん走るんですけど、一本一本全力で全部自己ベスト狙うっていうのは、まあ、私の今のなんだろう、こう総力としてはちょっと不可能なので、秋は秋のマラソンで目的を持って、冬は何個か出るんですけど、そこではしっかり課題を持って走るっていうような感じです。ぜひ皆さんこれからも応援していただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、もちろんマラソンもそうなんですけど、トラックで頑張る姿もなんか応援していただけたらなって思っていますし、なんかみんながこうマラソンだけじゃなくてトラックレースも興味持って出場していただけたらなんか嬉しいなっていうふうに思っています。私の練習会の方にね、初めてこうトラック
この、夏場ってレースがないのでトラック出なよみたいな感じで言ってみんなで前に出たんですよ。そしたら思ったよりこうなんか楽しかったって言ってくれる方が多かったので、ぜひ皆さんもトラックで出てみてください。まあきついんですけど、きついけどそれなりの楽しさとかもあるし、絶対私はトラックレースがマラソンに生きてくるっていう風に思っています。なのでぜひ皆さんもこの夏場とかは自分の苦手部分を克服するような練習だったりとかをぜひ取り入れて次のマラソンにつなげていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そんな感じでこれからも今から頑張っていきますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、私もこの動画を見て皆さんがあーマカラン頑張ってるから自分も頑張ろうって思ってもらえるような動画をこれからも皆さんにお届けできたらっていうふうに思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。あ、自分もこの大会出るよとか、この大会おすすめですよっていうふうなのがもしありましたら、ぜひコメント欄にいただけたら嬉しいです。それではまた来週もお会いしましょう。バイバーイ。
Thank you.
どうした？
前詰まるから。しっかり汗抜け、汗抜け、汗抜け。Thank you.